DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目お疲れ様です。今日は刑務所でのそのお風呂のお話を聞かせて。ああ。で自分が働いてたランドリーっていうところで、あのなんですかね、シーツだとか洗濯も集めてくるあのでかい、あのプラスチックの箱があるんですね。足がついた。で結構でかいんですよ。日本のお風呂の湯船の2倍ぐらい、2.5倍ぐらいあるかな。結構でかくて、で深さも多分1メートル50ぐらいあるんですね。でこれお湯ためりゃ風呂なんじゃないかなっていうんで、ランドリーで働いてるやつらにみんなでお湯沸かせっつって、で何すんのっていうかな、とにかくお湯沸かしてここに全部入れてって言って一回全部貯めたんですよ、結構な量じゃないですか。そうです、貯めて、で自分が服を脱ぎ出して、でボクサーパンツだけになって、もう何やってんだよとか言って、で自分がその中入ったんですね。で入ってめっちゃ気持ちよかったんですよ。でずっと温まってて、でこれ何よって言うから、日本にはそういう温泉っていうのがあって、あのハットスプリングっていうんですけど、それ温泉っていうんですけど、ねえね、こういうのにみんなで入ってあのくつろぐんだっつって、俺も入っていいとか言うから、ちょっとじゃあ俺出るまでちょっと待ってろっつって、お前あの脇がないやつとか一緒入るの嫌じゃないですか。でとりあえず自分が15分20分ぐらい入って、拭いて出て、お前入ってみんっつって、3、4人で入って、めっちゃ気持ちいいねって言って、でランドリーのボスが来て、お前何やってんだとかになって、ね、これは日本の風呂ですよっていうのを説明して、今アメリカの人ってお風呂入る習慣がないじゃないですか。シャワーってよく聞きますけど、なんで浴槽に浸かる習慣がないんですかね。まずもったいないっていうのと、あと水でも、みんなある程度お金持つとみんなジャグジーとかに入ってるじゃないですか。そうなんですね。あ、いえ、あのね、お金持ちの家には必ずジャグジーがあるから、ああ、はい、プールの横とかにもジャグジーがあるじゃないですか。だけど日本みたいにその40度とかの温度ではないですね。冷たくはないですけど、あったかいっていうぐらいな感じで、お湯で入るっていう感覚ではない。だから40度とかじゃなくて、多分35度とか30度とかのレベルですかね。プールよりは高いっていう感じですかね。ジャグジーって箱で入るんですか。ん、あ、みんな水着のまんまです。はい、日本人だけですか。そうです。だからアメリカからみんなほら、あの来るじゃないですか。でよく温泉とか銭湯とか連れて行くじゃないですか。で連れてって、で自分とかも全部脱いじゃうじゃないですか。お前何やってんのとかみんな言い出して、日本はもう全部脱がないと入れないよとか言って、まあ、プールとその温泉全然なんかこうか。でもちゃんと温泉っていうあのワードが英語でハスプリングって言って、温泉っていうのがやっぱ外国にもあるから、いろんなとこに。で向こうは水着で入るんで、だから日本人が素っ裸で入ってんのよ。だからあのほら、男と女も分かれてるじゃないですか。それ自体外国人にはちょっと違和感がある。向こうは水着で入るから、別に男と女一緒でもいいわけじゃないですか。文化の違いが、だから
で自分なんか一緒にみんなで行くと全部脱いですポンポンになっちゃうじゃないですか。あのもう俺にケツ見せんなよとか言ってみんな言うけど、何回も来てるうちにそれも慣れて今みんな普通に温泉入るようになりましたけどね、うん、で大体自分と一緒にあのアメリカから来たやつ自分と一緒に温泉入ってるとあの大体のぼせて死んでますよ。あれ湯あたりって言うんでしたっけ、はい、みんな湯あたりしちゃうんですね。そういう湯船に熱お湯に浸かるっていう習慣もないし入ったこともないわけじゃないですか。でそこにやっぱ自分たちとかだとやっぱ20分ぐらい温まってるんじゃないですか。そんな経験がないじゃないですか。で出てでやっぱ温泉とか行くとあの出たところに食堂みたいのがあってそば食べたり天ぷら食べたりするじゃないですか、うん、それ食べながらなんか吐きそうになってます。温泉効能がありますもんね。でもそうですね、うん、だからその効能が強いところとか入れちゃうと、うん、結構湯あたりすごいですね。ね、それが湯あたりだって分かってないんですよね。分かんないですよね。一回冬だっけな、冬ですね、あの冬に来たやつらがいてスキー連れてったんですよ、はい、でカリフォルニアでまだスキーしないじゃないですか。で無理やりスキー履かしてあのゴンドラで一番上に連れてって、大丈夫とするんですか。それが一番早いじゃないですか、覚えるのに。確かに、はい、とりあえず斜めに行って下まで降りてこいっつって、はい、でやってであのみんな体でかいからすごいスピード出ちゃうんですね、はい、で一回まっすぐ降りてきたやつがすごい勢いでひっくり返って第一声俺顎ついてるとか言った、多分顎を相当強く打ったと思うんですよ。で冷たいから麻痺してるじゃないですか。本人は顎が取れちゃったと思ったんですよね。感覚がなくなっちゃった、はい、うん、でそこであの白樺湖のとこに池の平ホテルってあって、そこが露天風呂だけで二十何個ぐらいあるんですよ。すごいでかいんです。でそこでみんなでその温泉巡りして、雪降ってるじゃないですか。でみんなすごい綺麗だねとか言って写真撮ったりしてて、そこはあの男女混浴なんで水着なんですね。ででかいサウナ、すごいでかいサウナ室なんですよ。そこでじゃ あの刑務所を思い出してみんなでここでうだだでやろうぜっつって、でじゃ100から1っつって、で自分がやっぱね一番年配なんで、自分がやるっつったらみんなやんなくちゃいけないんですね。で自分が100回やるじゃないですか。で全員100回、1人ずつ順番100回やる。で次自分が99回やるとみんな99回やるんですよ。それをゼロまで行くんですね。みんなゲロ吐いてました、ね。計算は大丈夫？自分全然大丈夫です、うん、汗めっちゃ出ません？出ます。だけどほら自分がやって他のやつがやってる間外の水風呂とか入るんじゃないですか。あ、で冷やしてっていう、うん、外雪降ってますしね、雪積もってますし、ね、よくやりましたね。ついてくの？はい、ついてくの？いや途中で逃げちゃうやつとかいますよ。それは若いやつほど弱いかもしれないですね。その後懲罰とかはない？刑務所じゃないんで。そうですよね。より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業なサクライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、right.